イアン・チャールズ・ボストリッジ CBE は、イギリスのテノール歌手で、オペラや歌曲の歌手として知られている。ボストリッジは、レスリー・ボストリッジ・トリリアンの息子として、ロンドンで生まれた。父親は、英国王立チャータード・サベイヤーズ協会認定の、サーベイヤーである。ボストリッジは20世紀初頭のトッテナム・ホットスパー、FC のゴールキーパー、ジョン・タイニー・ジョイスの彦である。彼は、 ウェストミンスタースクールのクイーンズスカラーを経て、オックスフォード大学のセント・ジョンズ・カレッジで近代史を専攻して、主席で卒業、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジでは、科学哲学史の修士号を取得した。1990年には、キース・トーマスの指導を受け、1650年から1750年までの、イギリスの公共生活における、ウィッチクラフトの意義に関する論文で、 オックスフォード大学の博士号を取得した。ロンドンで2年間テレビの時事問題やドキュメンタリーの仕事をした後、オックスフォードのコーパス・クリスティ・カレッジでイギリス学士院の博士研究員となり、政治理論と18世紀のイギリス史を教えた。1995年に30歳でフルタイムの歌手となる。著書、ウィッチクラフトウィッチトランスフォーメーションズ、 C1650 から1750は1997年にオックスフォードヒストリカルモノグラフから出版された。この本はスチュアート・クラーク教授によれば、近世悪魔学の最近の歴史の中で最も洗練された独創的なものであり、啓蒙時代以前の研究において影響力のある作品となっている。この著作は学者の世界で最も稀ないような仕遂げた。 つまり十分に磨かれた話題を取り上げ、それが再び全く同じに見られないことである。と評された。彼は1991年に全国音楽協会連合会賞を受賞し、1992年からはヤングコンサートアーティストトラストの支援を受けている。ボストリッチがプロとして歌い始めたのは27歳の時である。 1993年にウィグモアホールでデビューし、1994年にはパーセルルームでデビュー、またオールドバラ音楽祭にもデビューした。1995年にはウィグモアホールで初のソロリサイタルを行った。彼はリオン、ケルン、ロンドン、オールドバラ、シルトナム音楽祭、エディンバラ音楽祭、フランクフルトのアルテ・オーパーなどでリサイタルを行っている。コンサートでは コリン・デイビス、ムスティスラフ・ロストロポービッチ式ロンドン交響楽団、チャールズ・マッケラス式スコットランド室内還元楽団、サイモン・ナトル式バーミンガム式交響楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団と共演している。彼の最初のソロフィーチャー録音は、ハイペリオンレコードのために、クレアム・ジョンソンとブリテンの歌曲、赤いオームを録音したものであった。その後、ハイペリオンに、フランツ・シューベルトの 美しき水車小屋の娘を録音し、1996年にはグラモフォンのソロボーカル賞を受賞した。1998年には常連のピアニスト、ジュリアス・ドレイクとのロベルト・シューマン歌曲集の録音で、再び同賞を受賞し、2003年にはハイペリオンのシューマンエディションの一部として、ドロテアレ・シューマン、グラレム・ジョンソンと共演したシューマンのミルテの花の録音で、 再び同賞を受賞した。1996年から EMI Classics の専属アーティストとして活動しており、グラミー賞に15回ノミネートされ、3回受賞している。彼の CD は、グラミー賞、エジソン賞、日本のレコードアカデミー賞、ブリット賞、サウスバンクスカイアーツ賞、ディアパソンドールでラネ賞、チョコでラネ賞、エコー、クラシック賞、 ドイツ・シャール・プラッテン・プレリス賞など、主要レコード賞のすべてを受賞している。2011年の映画、シャーロック・ホームズ・シャドー・ゲームのサウンドトラックの一部として、ジュリアス・ドレイクとのシューベルトのマスの録音が採用されている。ワーナー・クラシックスのためのシェイクスピア・ソングのアルバムは、2017年のグラミー賞とソロボーカルのためのエコー・クラシック賞を受賞している。1994年、 29歳でオペラオーストラリアとエディンバラ音楽祭でバズラーマン演出の夏の夜の夢のライサンダー役でオペラデビュー。1996年にはイングリッシュナショナルオペラにデビューしマテキノタミーの役を歌った。1997年にはデボラワーナーの新プロダクションネジの回転でクイントを歌いコリン・デイビスの指揮でロイヤルオペラに出演した。これまでに フィリップスクラシックスからコリン・デイビスと共演した、フルート役、エラートからウィリアム・クリスティとのベルモンテ役、ドイツ・グラモフォンからジョン・エリオット・ガーディナー式のトム、ラクウエル、ダニエル・ハーディングとのキャプテン・ベレ役などの録音を行っている。2007年には、デボラ・ワーナーの演出によるブリテンのベニス・ニシスのアシェンバフ派役で、イングリッシュ・ナショナル・オペラに出演した。1997年には、 チャンネル4のために、デイビッド・オールデン監督によるフランツ・シューベルトの、冬の旅の映画を制作した。ITV のサウスバンクショーのドキュメンタリーや、チェコの作曲家レオシュ・ヤナーチェクを描いた BBC4 の映画、消えた男の日記の題材にもなっている。ニューヨークレビューオブブ,ブック、ガーディアン紙、タイムズ・リテラリー・サプリメント、オペル・ヌベルト、BBC ・ミュージック・マガジン、オペラ・ナウ、 インデペンデント紙に音楽に関する記事を執筆した。その後、パリ、ストックホルム、リスボン、ブリュッセル、アムステルダム、ウィーンコンチェルトハウスでリサイタルを行った。北米では1998年にニューヨークのフリックコレクション、1999年にアリスタリーホールでリサイタルに出演し、ネビル・マリナーの式でカーネギーホールにデビューした。また、 1998年には、ロイヤルオペラのためにベルナルトハイティンク式の新プロダクション、売られた花嫁でバシェクを歌い、ミュンヘンオペラフェスティバルでは、ネローネ役とリサイタルでデビューした。1999年には、ロジャーノ・リントンの式で、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団にデビュー。ピアニストのジュリアス・ドレイク、グラハム・ジョンソン、内田・光子、作曲家トーマス・アです。 コベントガーデン音楽監督、アントニオ・パッパーノと定期的に共演している。その他のピアノのパートナーには、レイフ・オベアンス・ネス、ホーバル・ギムセ、サスキア・ジョルジーニ、イゴール・レビット、ラルス・フォークトなどがいる。2000年の夏、ボストリッジは、音楽と魔術と題して、第5回エディンバラ大学フェスティバルで講演を行った。2004年には、音楽への貢献が認められて、 大英帝国勲章コマンダーを授与された。ボストリッジは、王立音楽アカデミー名誉会員、オックスフォード大学のコーパス・クリスティ・カレッジ、セント・ジョンズ・カレッジ、ウルフソン・カレッジの名誉フェローであり、2003年には、セント・アンドリュース大学から名誉博士号を授与されている。2014から15年に、オックスフォード大学のクラシック音楽教育の、 ヒューマニタスプログラムの客員教授を務め、2015年にはトロンハイム大学でニコラス・ブレイクスピア記念公演、クラシック音楽の姿勢、時代を超えたラテン語と音楽を行った。同年にはブリストル大学で毎年恒例のバーサ講座、曲の中の人間性、シューベルトの冬の旅が開催された。2016年、彼はニューヨーク大学でリンカーン・カースティンをテーマに、 歌と踊りを講演した。2021年4月にシカゴ大学でベルリンファミリーレクチャーを開催し、その後シカゴ大学出版局から出版される予定である。ボストリッジは2005、6年にカーネギーホールで1年間のパースペクティブシリーズを2008年にはバービカンで12ヶ月間のレジデンス、帰郷を行った。また、 コンセルトヘボーでのカルトブランシュのシーズニア、ルクセンブルク、ハンブルク、シューベルティアーで、シュバルゼンベルク、ウィグモアホールでのレージデンスも行っている。2009年11月11日、ウェストミンスター寺院で行われた9000記念日の礼拝で、ボストリッジはベンジャミン・ブリテンの戦争レクイエムからアニュスレイを歌った。この曲は戦争詩人、ウィリフレト・オーエンの アンクルガー近くのキリストの十字画像のあるところでの言葉を使用している。この礼拝は最後の兵士経験者が同年の初めに没した第一次世界大戦世代の喪失を表している。ボストリッチは2014年にクルトバイルの反戦歌、ウォルト・ホイットマンの4つの歌曲を演奏した。また、三文オペラの演出、上演にも長い経験を持つ。2013年には、 ロンドンのバービカンブリテン100周年記念フェスティバルの一環として演奏し、作曲家の戦争レクイエムの新録音をリリースした。ボストリッチは2008年に創刊された西洋文明を称える月刊誌、スタンドポイントの音楽コラムニストを務めていた時期もあり、現在も同志の顧問を務めている。彼は青少年音楽大使、音楽図書館トラスト、 マクミランガン支援警備隊、チャペルキャロルコンサートの講演者でもある。2011年9月にフェーバーフェーバーから、音楽に関する彼のエッセイ集、A シンガー、S ノートブックが出版された。哲学者のマイケル・タナーは、BBC ミュージックマガジンで次のように述べている。一貫して生き生きとしていて、勉強になり、都会的で、情熱的な本で、一度開いたら、 全部読むまで閉じてしまうことはないだろう。2015年1月、著書、チューベルト、エス・ウィンター・チャーニー、アナトミー・オブ・アン・オブ・セッションが、イギリスのファーバー・ファーバーから、アメリカのクノップから出版された。ドイツ5番、フィンランド5番、オランダ5番、朝鮮5番、日本5番、イタリア5番、スウェーデン5番、ポーランド5番、北京5番、カンタヤザ・中国5番、 フランス語版、ロシア語版、スペイン語版で出版される。2015年のノンフィクション部門でダフ・クーパー賞を受賞。2018年の音楽家、リテル・エレ賞を受賞し、2017、18年批評家協会の年間最優秀音楽本に選ばれた。2019年にはフランス音楽大賞を受賞した。1992年、ボストリッジは、 作家で編集者のルカスタ・ミラーと結婚し、二人には息子と娘がいる。電気作家で評論家のマーク・ボストリッチは兄である。彼の趣味は読書、料理、絵画鑑賞である。ありがとうございます。